より小さいパリオリンピック五輪柔道7月31日日本時間8月1日女子70キロ級シャンドマルスアリーナ女子70キロ級の新添先は左内股に本来の切れ味がなく準々決勝に続いて敗者復活戦も敗れた日本勢3大会連続の金メダルどころか7位いいところなし誰か怒ってくださいと泣いた 軸の右足首を6月下旬に念座テーピングで固めたパリの畳で頭が真っ白になったという昨年の世界選手権で初優勝に自身を導いた代名詞が決まらない日本女子の増地監督によると大会中に左腕も負傷敗者復活戦も指導3の反則負けと突き果てた7月31日までに女子はメダル2個東京の6校 リオの5個を下回ることが確定した金も48キロ級の角田夏実だけで増地監督は非常に厳しい状況前年の世界選手権で4階級を制したが別のようなチームになっていると困惑した